で、とりあえず荷物を預けてきたので、私は朝ごはんを食べに行きたいと思います。博多に来たらというか、もうここがあるから私はここ博多に住みたいとか、ほざいているある場所があって、12月にね、博多に来た時も通い詰めていたんですけれど、そこに今から向かいたいと思います。ついてきて。向こうからダーッと来て、ここだ、晴れのガーデンっていうところなんですけど、もうここの雰囲気がまあまず好きよね。で、なんかちょっと今日なんかやってんだね。で、私が一番好きなというかお気に入りのカフェアット博多はこちらでございます。よし、めっちゃ混んでる。土曜日舐めてた。Wanna feel cold in the morning, stealing covers off of me. And I don't even need a warning, cause girl I won't go back to sleep. I just wanna feel you on my chest, savoring each breath. I wanna drink wine in the evening, singing all our favorite songs. And I don't need to chase a feeling, cause you already knocked the edge off. And I just wanna dance around the room.Loving only you. やっぱりやりたいことといえば何ですか？そうです、電車に乗ること。開けまーす。てか使えんのかな。いけたわ。はい、ということで皆さんこんにちは。おはようございます。ですね、今日は製鉄福岡駅から西鉄か電車に乗ります。西鉄大牟田ラインに乗りますよ。あと2分だ。西鉄いいね。今から、ね、太宰府線に乗り換えるんですけど、西鉄の、ね、普通列車がかわいすぎてね、私が今から乗るやつはちょっとイケてる方だった。かわいい青梅さんになってますか、これですね。普通にイケてるって感じ。太宰府もう可愛い電車見れないかな。あ、いたいたいた、あの向こう側ね。はい、二日市、これが今から乗る太宰府線ね。向こうに見えるこのこれ可愛すぎるね、色がね。ちょっと先撮ったので乗せておきます。じゃあ乗り込みます。太宰府終点です。きかわいい。着いた。ということで、西鉄太宰府駅に到着いたしました。私地味に初めて来るんだよね、ここ。こんなに福岡よく来てるのに楽しいの。いいね、ゲーいいね。こう観光地化されている神社、お金持ってる神社いいよね。なんか好きなんだけど。いいですね。今日はね、朝すごい雨降ってたんですけど晴れたんで最高ですね。ハロンナパワーマジでここで発揮してるわって感じ。
ごい、これが噂のなんかイケてるスタバ。まあ6、7、うわー綺麗、陽気だね、雅、風流、素晴らしい。でも見ちゃいけないっていつか日本で読んだ気がするので、皆さんの目でお確かめに来てください。ただすごく豪華絢爛、立派な本殿でした。菅原道真公がね、ここなんか、建てたっていうか由来があるって言われていますけれども、はい、じゃあちょっと私はあるから、ね、やばい年最後なんで、最後にちょっとおみくじ引きたいと思います。悪くないんじゃない？中吉でした。待ち人触りありで伸びる。なるほど、来ねえわ。旅行吉、注意を怠るな。怠らない、大転換の運気だけど見定めろってことだね。もう粛々と今はもう積み重ねる伸び。あ、私が好きな和歌が乗ってる。この旅はぬさむ、とりあえずたむき穴のみしのみしき。神のまにまに、私この神のまにまにが好きすぎてこの百人首すごい覚えてた。道真公の歌だって。ちょっとなんかあれだね、準備しろ準備しろ準備しろって感じだからよくわかったので休んで帰りたいと思います。 OK でしょう。ちょっと切れたけど悪役悪役すべて切れたということで、かわいい。どうぞ。こんにちは。通常の願い持ちが一番有名。じゃあこれを一ついただけますか。130円ですね。はい、これが一番食べてほしいやつですね。わかりました、ありがとうございますどうもありがとうございます。じゃあいただきます。それは、はい、梅が枝餅です。名物ゲット。でこちらのスタバ梅、これだけで持ち込みカノンだって。行きましょう。ホットとアイスだったらどっちがおすすめとかありますか？おすすめですか？でも、はい、フリースサービス、あのお餅とご一緒にお召し上がりですよね。はい、あの相性がいいブレンドをしているので。あ、そうですか、おすすめです。わかりました。じゃ あアイスにします。いいす、あとこれ473の商品、隈研吾さんのやつ、設計って有名でしたね。ありがとうございます。こんな感じで、こっちが最後の方だったね。こういうかもしれないんですけど、大丈夫です。ぜひぜひよろしく飲んでください。なんかこのブレンドはなんかどんな系なんですか？エチオピアとか。結構中身入ってるものは今のスターバックスのスプリングシーズンナブルブレンドと、あと東京の焙煎されたあのロッサリーの、はい、ハーフハーフに合わせて、でこれは梅ヶ谷の人はぜひ合わせてほしくて、あこれ、はい、であのスプリングのレッサリーはこの2つのブレンドなんですけど、今の季節の時は違う、うん、バリスタッフの人たちはブレンドが美味しいんじゃないかっていう梅ヶ谷の人は、それを飲みに考えて作ってます。そうなんだ、はい、今夏春のスプリングと東京の人はあのまたミグルの産地桜を見る感じで、味もすごい美味しいので、はい、ぜひぜひお試しください。ありがとうございます。ホットもおすすめです。あ、本当ですか。はい、よかった。こう分けといていただいて。ぜひぜひごゆっくりしていてください。ありがとうございます。ちょっと回収していきます。これ、はい、ちょっと置いていきます。はい、お願いします。ありがとうございます。
ちがね、あんこの甘い感じが、これボダムのフレンチプレスで私のためだけに入れてくれたやつ。美味しい。さあ、じゃあチェックインしていきます。はい、ということで福岡の Vlog いかがだったでしょうか。この後は天神の方に戻ってホテル大倉にチェックインしていきます。とっても素晴らしいホテルだったので、こちらのレビューもぜひお楽しみにしていただければと思います。まさかあんなことが起こるだなんて。ということでエンディング後におまけ映像もあります。ぜひチャンネル登録して次のビデオも見てくださいね。最後まで見ていただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。皆さん、ちょっと事件です。無理無理無理。